レゲルビ村でソビエト兵を武装解除するスウェーデン兵オーランド侵攻はフィンランドのオーランド諸島において1918年に行われた第一次世界大戦の軍事作戦であるソビエト連邦に占領されていたオーランド諸島ははじめ2月後半にスウェーデンに侵攻されそれから3月上旬にドイツ帝国に侵攻されたこの紛争はフィンランド白軍と フィンランド赤軍の間の小規模な戦闘を含むフィンランド内戦にも関係していた。ドイツが1918年3月にオーランドを支配したのでロシア軍は捕らえられスウェーデン軍は5月にフィンランド内戦が終わるまでに撤退した。ドイツ軍は1918年9月までオーランドに止まった。その際オーランド諸島論争が1919 19年の パリ講和会議と1920年の国際連盟に上提された。最終的にフィンランドの自治領としてオーランドの非武装化をしながらオーランド協定が1921年に調印された。オーランド諸島はスウェーデンとフィンランドに挟まれた北、バルト海にある。人々はスウェーデン語を話すが、1809年のフレデリクスハムンの和役によりオーランド諸島は スウェーデンのフィンランド語が話される地域の大半と共に割上され、ロシア帝国の自治領であるフィンランド大公国となった。クリミア戦争を解決する1856年のパリ条約でオーランド諸島は非武装化された。しかし、1914年に第一次世界大戦が勃発すると、ロシア帝国はオーランド諸島をイギリス海軍を呼び、 ロシア海軍の潜水艦基地とした。1916年7月25日、ドイツの飛行船 s l q がマリエハムンコを攻撃し、ロシア軍の第5潜水艦船隊の艦と母艦、つぶやティテルニコライが爆撃されて、ロシア水兵7名が死亡した。ロシア政府もドイツの侵攻を防ぐ目的で同盟国のフランスやイギリスと協定を結んで、 要塞建築を開始した。オーランド諸島は10個沿岸砲兵中隊や数個の要塞守備隊、ドック、2つの軍用飛行場で要塞化された。しかしスウェーデンはこの構造をオーランド諸島の防衛には重装備すぎるとみなした。スウェーデン政府はオーランドからの攻撃の可能性を恐れ、中立国が連合国と結びつく圧力になるとみた。 フィンランドが1917年12月にロシアから独立を獲得するとオーランド諸島をスウェーデンに編入しようとする動きがオーランドで起こった。スウェーデン政府は問題に対する行動を呼びかけるオーランドからの代表団とあった。フィンランド内戦が1918年1月後半に始まるとスウェーデンのヨハネス・ヘルナー首相とグスタフ・ゴセイ国王は2月8日に オーランドの代表団と会った。代表団によると国民投票がオーランドで行われ大多数の95%がスウェーデン編入の意思を示していた。代表団は運動に対する行動を求めロシア軍の先制と無秩序を訴えてスウェーデン政府の援助を求めた。スウェーデンのマスコミも人道的理由から行動を主張した。戦争が始まってから 政府はすでに西の沿岸都市ポリを経由して、フィンランド本土からスウェーデン市民1000人を避難させていた。バッカスオミからのヨハン・ファブリティウス大位率いる白軍460名の部隊がオーランド諸島に上陸すると、フィンランド内戦は2月10日にオーランドに拡大した。部隊はウーシカウップンキから3日前に逃げていて、軍東会の氷を横断した。オーランドに到達すると、 白軍はソ連軍と小規模な衝突をした。2月14日、ソ連兵20名を捕虜にしながら、寸ンドのプラスト電信局を占領した。しかし、ソ連兵は抵抗にあまり興味がなく、ほとんどは帰還できる日を待っていた。2月13日、スウェーデン政府はついにオーランドに部隊を送ることを決定した。2日後、裁氷戦、イスブリタレイン一世と沿岸防衛戦取る。 軍隊輸送船 SS ルネベルクがオーランド諸島のスウェーデン側のエケロのフ島に着いた。小部隊が内戦のフィンランド側の暴力の恐れと同様に起きているとされるロシア軍の不当行為から人々を守る目的でオーランドに上陸した。白軍は誤ってスウェーデン軍が併合しに来たと考えた。このことに勇気づけられて白軍は牧草とサゴの砲兵隊を占領したが その代わりにスウェーデンはロシアとの交渉を開始した。トゥルクからの赤軍部隊150人が再表船、ムルタヤに乗ってオーランドに到着すると交渉は2月17日に停止した。意図はスウェーデン軍と白軍との当然と思われた戦闘でロシア軍を助けるものであった。同じ日、白軍はフィンストロムのゴドビ村を占領したがソ連軍は ヨマラ村とソリスの砲台を守り切れた。二日後、赤軍はゴドビに反撃を行ったが、押し返された。ゴドビの戦いは、白軍二名、赤軍三名の死者を出して終わり、捕虜になった赤軍兵八名は、後に処刑された。オーランドで戦われたフィンランド内戦唯一の戦闘であった。エッケロ郵便、関税官に上陸するドイツ軍オーランドの状況が、 今やむき出しの暴力に発展したために、スウェーデンは、オーランドからの白軍の撤退を求める白軍のカールグスタフ・エミール・マンネルヘーム司令官による偽の命令で状況に介入した。実際マンネルヘーム将軍は、白軍がオーランド諸島全域を支配することを欲していて、南西フィンランドの赤軍の首都テゥルクに対する攻撃を開始した。白軍は、 マンネルヘームの本当の意図を知らなかったので、偽の命令に従い、2月20日に、オーランドから撤退した。フィンランド白軍が、スウェーデンの行為に気づくと、厳しく反対した。スウェーデン政府は、今や目的は、オーランド諸島をスウェーデンに併合することではなく、オーランド諸島でスウェーデン語を話す人々を守るだけで、あると納得させなければならなかった。2月19日、 バックスホルム沿岸砲兵連隊を運ぶスベリゲオスカー2世が、オーランド諸島から撤退するソ連軍に圧力をかけるために、オーランドに到着した。バルチック艦隊中央委員会は以前紛争を回避しようとして2月22日に、バツラフ・コロフスキー政治部長は、ソ連軍は、オーランドから撤退する意思があると表明した。武装解除の命令が翌日には与えられ、 フィンランドの最標戦ムルタヤが300名のロシアのボリシェビッキとフィンランド赤軍をトゥルクに運んだ。2月24日、GE ロス中佐率いる王立後タリブガルで大体500名がエケロに上陸し、依然非武装のソ連兵が1200名いたが、3月2日までにスウェーデンはオーランド諸島全域を支配した。捕虜になったソ連兵がエケロに護送される。 ロシアとドイツ間の休戦は1918年2月18日に執行し、11日戦争がしばらくしてドイツにより開始された。ドイツはスウェーデンが中立を保つか連合国に参加するかわからなかったので、ここにはオーランドへの侵攻が含まれた。ドイツは北極海への接続やキロフ鉄道やボリシビキの首都、サンクトペテルブルクに近い国の存在からフィンランドに、 関心があった。侵攻を正当化するために、ドイツはフィンランドの連合国からの軍事援助の要請を行った。ドイツのオーランド侵攻を要請する、白軍側の上院議員の伝言は2月22日にベルリンに届いた。ドイツの意図は、オーランドに物体を集めにしの沿岸都市ラウマのフィンランド本土に上陸させることであった。ボトニア湾の氷が厚すぎたので、 上陸は、最終的に4月上旬に、バルチック開始団により、フィンランド南部のハンコで行われた。2月28日、フゴモイラー将軍率いる戦艦ベストファーレンと、ラインラントの海軍部隊がグダニスクからオーランドに移動した。戦艦は、アウグスト・シェンクツ・シュバインベルク少佐の指揮下の、グロス・ヘルツグリヒ・メクレンブルギシェス・イエーガー第14、大隊を運んでいた。 輸送船団は厚い氷で減速したが、最終的に、アーランズゲタヒエメントは3月5日に、エケロに到着した。翌日、スウェーデンはドイツと合意を形成せざるを得なかった。合意によると、スウェーデンとドイツは今ではオーランド諸島を共同支配することになった。スウェーデンは首都のマリーエハムと読まれ上げた、フィンストロムの村々を保持することになった。両国は、 エケロ港を使用することが許された。フィンランドの軍事担当知事の地位が創設され、白軍側上院の代表として、ヒャルマル・ホン・ボンスドルフ海軍将校が当てられた。ドイツは、リエパーヤに運ばれる1000から1200名のソ連兵を捕虜にした。ソ連軍のウクライナ兵やポーランド兵、ラトビア兵、エストニア兵250名が、スウェーデンの収容所に収監された。この兵は後に、 ドイツに委ねられ、北部ドイツのザスニッツに移管された。マリエハムでは、ドイツは、ロシアの戦艦とフィンランドの蒸気船、SS バルチックス石を露革した。3月10日、フィンランド赤軍は、南東フィンランドの赤軍の首都トゥルクに対する、潜在的な脅威について、ドイツとの交渉を提案した。ドイツは、トゥルクに捕らえられている捕虜を明け渡すならトーランドで、 赤軍代表と会うことに合意した。1918年にロシアはフィンランドを通じて6万5千人の負傷兵と効力のないドイツ人捕虜を交換した。社会主義哲学者、ゲオルク・ボルトとキュルクの民兵代表、ウィリアム・ルントベルクなどの赤軍代表団は260名の捕虜と共に馬に引かせたソリで交流を渡った。3月15日。 ボルト・トルントベルクはドイツとの会合を行った。しかし赤軍はドイツは白軍から招待されているのでその意図を話し合うわけにはいかないと言われた。その際ボルト・トルントベルクは本国に護送された。3月後半、ドイツは来たるべきバルト海士団のハンコ上陸の左翼を守るためにトゥルク軍島で作戦を開始した。作戦はフートカル島やコルポ島、ナグ島、 パルガス島を経由して、オーランドからトゥルクに至るものであった。フートカルは3月25日に、フィンランド白軍に奪取され、コルポは3月28日に奪われたが、赤軍は4月4日のナグノ戦いで、ドイツ軍を押しとどめた。その際ドイツは、軍東会から撤退し、ハンコからヘルシンキへの進軍に焦点を当てた。スウェーデンは3月14日に、 オーランドから部隊のほとんどを引き上げたが、オスカー2000号と1個の小部隊は、フィンランド内戦が終わるまで止まった。最後のスウェーデン軍は、1918年5月26日に撤退した。ドイツは1918年9月まで、オーランド諸島に止まった。戦後スウェーデンは、依然、オーランド諸島を手に入れようとしていて、ベルサイユ条約で論争を解決しようと欲したが、 問題は含まれなかった。新たな国民投票が1919 19年に行われ、1万票のうち9900票がスウェーデン併合を発した。1年後、イギリスは新たに設立された国際連盟にこの問題を提起した。1921年6月、オーランドはフィンランドの非武装地域であり、自治領であると宣言された。 オーランドでの7ヶ月の作戦でドイツは6名を失った。砕氷船ヒンデンブルクがエケロ沖で嫌いにかかり、沈没して3名が3月9日に死亡した。2人は SMS ラインラントがロクスカル島とフロティアン島の間で座礁した4月11日に溺死した。オーランドでの死傷者に加えてドイツ人7名がトゥルク軍島のナグの戦いで死亡した。 スウェーデンの死傷者は4月に自殺した不評軍曹の一名であった。白軍はゴドビの戦いで3名が死亡し、2人がコルポの戦いで死亡し、カズトがナグの戦いで死亡した。ロシアボリシェビキ兵の死者数は明らかではないが、少なくとも2人がフィンランド白軍との衝突で死亡した。ボルデ島の近くで捕らえられてソビエト兵1名と フィンランド赤軍兵1名が3月後半に白軍に射殺された。命令はフィンランド軍事担当知事、ヒャルマル・フォン・ボンスドルフから与えられ、処刑はトゥルク軍等を占領する白軍により行われた。ゴドビの戦いで死んだ赤軍兵3人に加えて捕らえられた赤軍兵8名がフェリスンデと海峡の表情で白軍により射殺された。 少なくとも26名がナグの戦いでも死亡し、7名がコルポの戦いで死亡した。ありがとうございます。